アンです。アンデティアンです。よろしくお願いします。トペちゃんはもうちょっとで誕生日です。明日誕生日です。2歳になります。あー、おめでとう。おめでとう。こっち見てんのべ。あー、よろしくです。今回の企画は好きな人と今より仲良くなる方法ということで、はい、実際に男の人とこういうことで仲良くなりましたとか、うん、このいうことで気になりだしました、はい、っていうのを紹介していきたいと思います。はい、興味を示す、これは、うん、男の人が自分のことをめっちゃ興味持ってくれてたら、うん、仲良くなる。あー、わかるよ。おるやん、たまに、うんうん、絶対私に興味ないのに、うん、こういう話振ってくるやんっていう、こう、あ、恋バナとか、そう、うんうん、興味ないやんっていう感じじゃなくて、うんうん、ちゃんと興味ある感じを出してくれる人、あ、わかるわ、の方が、うん、なんかこっちが喋っていいんやっていう気持ちになる。うん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 、だけどうちめっちゃ思うのがさ、あんねんけどさ、こう男女22でさ、ご飯あったらさ、うん、明らかにこっちに全然目合わへん人おるやん。え、おる。そう、あ、もう絶対うちに興味ないわって、うん、だからずっとこっち見んのはキモいけど、うん、多めにこっちを見てくれるだけでも好意伝わるよな。ほんまに興味ない感じ出されたらほんまにやる気なくす。うん、自分が好きやったらまだしも、うん、頑張ろうって思うけどな。そう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 、けど好きじゃなかったら、まあ、まださ出会って1回目とかやったらもう相手が興味ないからもういいわって思っちゃう。え、わかる。なんかあんまやったんやろな自分って思って、うんうんうん、なんか気まずいなって思う。そう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 、でも楽しくこの会話したいね。え、そう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 、っていうので、うん、ストーリーに DM する、反応したりする。なんか確かに絵文字っていう か、 なんかコメントする。わかる。え、男の人、あ、そうそうそう。え、でもさ、その人よりも恋愛うまいなって思うのは、うん、まあそれもいいと思うね。なんかさ、まずまずあんま話してなかったら存在があんまなくなるやん。わかるわかる。それからそれで存在をちょっと示すっていう意味やけど、うん、けどなんか恋愛うまい人は、うん、なんか普通にインスタの投稿と か、うん、なんか普通に投稿にコメントしてくやん。え、ほんま、うん、とかなんか、うん、BR とかでコメントするやつ、確かに気軽にな。あ、そう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 、なんか重たくじゃなくて気軽にしてくる。そう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 、まあ、うん、何回か軽くって感じでいいね、うん、なんか1回だけとかじゃなくて、まあ、3回ぐらいやって、うん、あえて関連する話終わったら切ってほしいねんな、うん、あ、分かる分かる分かる。長々長々じゃなくて、それでなんか正美さん、うん、カフェのストーリーあげましたとするやん、でそこ行ったことあるみたいな、うん、とか、え、バリモスやんとか来たとして、うん、そっから違う話に来られたら好きやん、うん、なんか好意が伝えてほしいねんけど、うん、なんかその何インスタのストーリーに反応するっていう行為出てくるけど、うんうん、なんかそれで違う話まで持っていったら思いまであるから、うん、そこのちょっとしたらアメとムチ使ってほしい、うん、はい、出ました、はい、好きな人の友達、おー、仲良くする、うわ、めっちゃいいやんそれ。え、じゃない、それめっちゃいいわ。え、なんかさ、女の子はさ、よくやってるイメージあんねん、うん、なんかその好きな人、うん、男の子のその仲良い友達と、うん、なんか作戦練ったりするイメージあるけど、うん、男の人ってあんまやらへんイメージあるから、かそう、やった方が絶対いいねんなって思う。なんかさ、それ言われたら、うん、なんか、あ、じゃあうちがもし頼まれたら、うん、なんか頑張ろうって思えるやん。なんか異性の頼みって余計頑張ろうって思えるやん、うんうんうん、それから、じゃあみんなで、あの何、うん、あの遊びに行こう、うん、気がするわ。で、なんかじゃあそっちも男子集めてなくて、うん、だってそれやったらさ、こっちのさ、恋愛も発展してる可能性あるから、うん、マジ頑張ろうみたいな感じで、うん、めっちゃいいやん。 そう、そこで何も生まれへんことを願うけどな。わかるわかる。そこで結局相談者同士が好きなんだよね、結局。そうだね、けどまあいいよな。そこの周りから固めるのがやっぱ一番強い。うんうん、周りと仲良くするべきやと思う、ほんまに、うんうんうん、なんかいい感じのな、仲の良さ、うん、いいようにさ、女の子も言ってくれるくない。なんかたまに、なんかこういうことあってんけどさみたいな、いいこと言ってくれるから、とかなんか、うん、その本人がこの前誰々君のさみたいな言った時に、うんうん、オーバーに、え、いいやんって言ってくれる。そうそうそう、何々君とかよくない、うん、いいやんなんで、二人めっちゃいい感じやと、うん、絶対合うと思うけど、とかやる人思うよな、うん、そういうのに体質。しかもさ、うん、2人で遊ぶのはハードル高いけど、うん、その人絡めたら、うん、大人数とかの方がなんか遊ぶハードル下がるやん。確かに確かに。 それもいいなって感じ。しかもさ、うん、ちょっとそっからいい感じになってきた時にさ、その大人数の中での2人みたいな、うん、いい感じになってくるな。もう楽しい、わかる。で、2人になった時にいつもとは違う一面が、うん、いい。仲良くなりたいって伝える。なるほどね。めっちゃ良くない？え、なんか、もっと経験したことなくて、私もそうできる、あんま経験したことないけど、もっと仲良くなりたいとか伝えられたら結構、え、うん、良くない？全然なりましょうって思うけど、うん、仲良くなりたいっていい言葉やな。うんうんうん、なんか攻めすぎてない感じが、うんうんうん、なんか恋愛的すぎて、え、そう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 、うん、もっと誰々ちゃんと仲良くなりたいとか、あ、直接言ってくれた方がいいな。え、うん、LINE とかやったらなしだけど、あ、確かに確かに、うん、まあ LINE でもいいけどな、ちょっと重みを感じるわ。なんか普通にみんなで飲み会みたいな時に、うん、隣同士とかに座った時に、うん、なんかもっといっぱい喋りたいのにとか言ってくる。うわ、めっち
なんかもっとこっちとのことを知りたいよとか、仲良くなりたいよとか喋りたいよっていうアピールをしてくれる人がいい。うわ、わかるわ、めっちゃわかる。ってなったら、うん、なんかさ、普通に友達として喋ってみたいって思ってるんかもしれんけど、もう思わせぶりでもいいから、そんなこと言ってくれたら、うん、この人って私のことをちゃんと気にかけてくれてんねやっていう気持ちになれるからいい。うん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 、しかもなんかさ、それこそ大人数とかあってさ、うん、まあ男女4-4とかあったらさ、うん、こう、こうなんのかなってこうさ、うん、こう一人一人こうマッチングするんかなってこう無意識思っちゃうから、うんうん、私はこの人なんかって思っちゃう。わかる。好きな曲っていうのでやはりは曲系好きやもん。そう、好きな曲があったら、うん、わーってなる。なんか地味にうちサザンとか好きやねん。あー、そうだからサザンとか、うん、まあ、ドライブデート1回やったらめっちゃいいし、なんかカラオケとか、うん、まあそこまでやったらまあ神やねんけど、うん、あの何音楽流すときに、うん、でそれこそバーベキューで音楽流すとかあるやつ、うん、スピーカーでえめっちゃ神曲やんってなって、うん、気合うなって思う。なんか何か、なんか地元が近いみたいな感覚なんだ。 うち向こうが好きな曲が一緒やったらいい、ね、え、そう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 、確かに確かに。え、なんかえその歌好きなみたいなね、うん、懐かしいって思える曲とかが一緒の人って結構熱いよ。うん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 、うちさ結構カラオケとかでもさ、うん、何歌が上手いとかも絶対強いとは思うけど、うん、それと同じぐらいに曲のセンスって確かにめっちゃ大事。わかる。なんか歌上手くても、うん、めっちゃバラードとかやったら、うん、なんかうーんってやるやん、うんうんうん、いいけど歌下手でも、うん、その曲センスめっちゃ良かったら、うん、おおってなる。わかるわ。なんかえその歌知ってんねや、うん、ってなる。はいはい、頻繁に会う。あーなるほどね。その期間をでもわかるかも。なんかいい、多分いいなって思う瞬間があるやんか、うんうんうん、男の人に、うん、ほんなら極力誘う、誘って、うん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 、大人数の時も、うん、その子を呼びたいって言って呼んで、うんうんうん、2人とかでもまあ遊ぶっちゃ遊ぶ、うんうんうん、みたいな感じで、なんか今までも別に遊んでたけど、うんうんうんけどなんか最近やったら遊ぶなとか思い出したら、うん、えって なるかも。普通に大人数の場でも最近よくおんなみたいな、うん、同じ界隈でもさ、うん、呼ばれる飲みの時とさ飲ま、うん、そうじゃない時とかがあるやんか、うん、集まりみたいな、うん、そういうの時に毎回絶対おるみたいな。うん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 、確かに仲良くなるかも。え、でもさあるらしいな、ほんまになんか頻繁に会う異性のことをなんか、うん、そういいと思うらしい人って、でもそうよな普通に、うん、でもさ、うん、あのクラス外とかでもさ、うん、初見見た時はあんまりかもみたいな顔の人おるやん。え、わかるで。そうやけど、うん、なんかずっと会ってたらかっこよく見えるかも。めっちゃわかる。え、そう、それと一緒な気がする。え、多分そうや、見慣れてくんねんな、うん、だから他の人よりも自分はその人がかっこいいと絶対に思っちゃうと思う。しかもなんか全部のノリがわかるやんか。あ、そのさ、確かにその期間ずっと会ってたらさ、うんうんうん、なんか、うん、確かにそれはそうかも。飲み目っていうことで、はい、うん、伸び目が自分と近い人は仲良くなりやすいなって思って、なんかさ大人数で飲み会とかあったりしたとしても、うん、この人は飲みたくないと思ってる、で、うん、この人はめっちゃ飲みたいと思ってるでさ、なんかこうあるとするやん。で自分はさ結構飲みた目やけど、まあ、ここら辺みたいなったら、うん、ここら辺の人の方が仲良くなれるなって思う、うん、なんかノリ近くなる人の方が今日のバイブス的なね、うん、ノリが近いなって思って仲良くなるかな。最初はみんなと喋ってるけどだんだんさここに分かれてくるやん、うん、の時にさ飲み上が自分と近い人がこう会ってた、全然飲まん人は全然飲まん人で話して、めっちゃ飲み人はそっち集まってみたいになるから、お互いみんなその方が楽しい。え、そうやと思う。まあでもやから合わせるっていうのもありやった、今日はあんまり、え、そう、その仲良くなりたい女の子が、うん、そんなに飲まへん系やったら俺も今日そんな飲まんとくわって言って、うん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 、そっちに行くのもありやった。あり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 、むしろそうやって来てくれたらなってなるし、そっちの方がいいよな、うん。なんかさ、トップガとか、なんかまあ音楽とも一緒よ、うん、なんかトップガ犬とかで、うん、とかなんかインスタ公開した時に犬の画像があったり、うん、犬散歩してるみたいなストーリーをな、うん、出したら、うん、もう好感持ってちゃう。分かる。それだけで。けどさ、なんかさ犬飼ってる人に、うん、悪い人はいないとか言うけど結局悪い人はおるやん、うん、ってなってる、うん、そう、それは分かってんねんけど、なんかいいねんな犬飼ってる人って。多分犬、私らが犬飼ってるから犬飼ってる人魅力的に思うし、あ、そう、猫飼ってる人は猫飼ってる人が魅力的やと思うし、うん、同じ好みが一緒みたいな、うん、とかやったら結構良きです。うん、分かる分かる、それはそう。え、でもなんか犬派猫派でそれも一緒なのも良きよな、うんうんうん、はい、味方になっていてくれる。ああ深いですね。え、でも結構関係値深めに、まあ、まあ
含めまでいったら結構重く捉えちゃうけど、けどなんか味方で喋ってくれる人、強いよなそれ、なんか相談した時とか、そうなんかこっちがネガティブなこととか言った時とか、最近さみたいな話した時とかに、いや俺はいいと思うけどなみたいな感じで応答してくれる。でもいいよ、自分が言ったことにやっぱ否定できない人は嫌やな。嫌やな。だからなんか肯定できない人とか褒めてくれる人とかをよく思っちゃうわやっぱり。わかるわ。どんな人でもそういう方がもっと喋りたいなって思う。なんか一回さ、夜ご飯行った時にさ、とかちょっと、特に話すことない時、褒めるみたいな時あるやん、話すことなくて褒めるみたいな、すごいみたいな、なんか、うちもそんなのなりたい的なね、まあそういう話をしたら、なんかマジのアドバイス来てるな、なんか、うわー、春は、なんかあの春は、まあこれをこうした方がいいんじゃないかな、あー、そういう系な、別にマジで、あの、そういうのは、なんやろ、まあガチで尊敬したらいいけど、ちょっと友達とか、ちょっと先輩ぐらいに思ってる人ぐらいやったら、いいですよ、そういうの。全然いりませんって思っちゃう。褒めてっては言わんけど、けなすなよって思う。けなしてるつもりはないねんで、多分こうなってくれたら彼のためを思って言ってる。そう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 、けどやねんけど、なんかあなたも自分が成功してますよみたいな感じもなっちゃってんねん気分でな。はぁ、なんかでもそれを聞いてさ、なんかそれを聞いてなんか行動するしようとは思わんよな別に。でなんか言ってることがめっちゃまともやったら一回考えさせられるかもしれんけど、けどなんかその人のことを好きになるかって聞かれたら好きにならへん。わかるわかる、好きになるとはならんよな。次のご飯誘われてもこの人気持ちよくなりたくて、なんか褒められて気持ちよくなりたくて誘ってんのかなとかも思う。とかなんか私らに、なんかこれはこうした方がいいねみたいな言ってる自分好きなんやろな、好きなんやろなって思っちゃうな。わかるわ。で別にその人のことどうでもいいと思って、どうでもいいっていうか普通に仕事としてみたいな感じやったら別にいいと思うけど、それを言うの、けど恋愛感情で見てほしい自分のことっていう人にそれはやめといた方がいい。確かにそれはそう。それぐらいですかね。ですかね。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。